フィッシャーのインドール合成は、フェニルヒドラゾンを3色媒化に加熱すると、インドールが生成する化学反応のことである。1884年に、エミール・フィッシャーが、N メチルフェニルヒドラジンとピルビン酸から得たフェニルヒドラゾンをキエン酸中で加熱すると、N メチルインドールマイナスにカルボン酸が生成するのを報告したのが最初である。 この方法は原料の調整が容易であり、また適用範囲が広いためトリプトファンをはじめとするインドール感を持つ化合物の合成に使用されてきた。酸触媒には塩酸や硫酸のほか、塩化塩や酸復化放素ジエチルエーテル錯体などのルイス酸も用いられる。反応機構は以下のように考えられている。フェニルヒドラゾンの意味の元の窒素に 三色媒が結合して、意味の元の α 位からプロトンが放出され、ヒドラゾンがエナミン型へと変化する。三、三シグマトロピーテニにより、窒素窒素結合が快裂すると同時に、ベンゼン環状の炭素とエナミン部分の炭素との間で結合が形成される。ベンゼン環状の窒素原子が意味の元へ、嗅覚攻撃し、ジアザフェミアセタールを形成する。三色の作用により、 アンモニアが脱にして、インドール感を生成する。アルファ位、アルファ位にそれぞれ水素を持つ、非対称ケトンから、この反応を行うと生成するインドールは2種類の構造異性体の混合物となる。この場合、その生成比は用いた、3色倍によって大きく変化する。ベンゼン環上の電子供与性元は、反応を促進し、電子吸引性元は、反応速度を低下させる。 変法として、オービニル N、フェニルヒドロキシルアミンから、同様の反応機構でインドールを合成する手法や、オーフェニルオキシムから、同様の反応機構で、ベンゾフランを合成する手法も知られている。中間体のフェニルヒドラゾン誘導体は、ヤップ・クリンゲマン反応によって、ジアゾニウム化合物から得る手法も知られる。ありがとうございます。